ドーンアプローチは、アイルランドの競争馬、シュボバ。父、ニューアプローチ、母、ヒム・オブ・ザ・ドーン、母の父、フォーントリック。2013年の2000ギニーの勝ち馬であり、ニューアプローチ参加発の重賞勝ち馬でもある。キャリアは2012年3月に始まり、ロイヤル・アスコット競馬場、カラ競馬場で、ナショナル・ステークス、デューハースト・ステークス、 ニューマーケット競馬場でコベントリーステークスなどの7つの重賞を獲得している。2歳時2013年のクラシックの有力候補とみなされたまま2012年欧州シーズンを終えた。3歳時には初戦の2000ギニーに勝利し主戦機種のケビン・マニングから非常に特別な馬、いとも簡単にレースを勝ってみせたと評価された。しかし一番人気に押された。 エプソムダービーでは完全に折り合いを書き優勝したルーラー・オブ・ザ・ワールドから30馬身以上離され最下位の12着と惨敗したこの後マイル戦に戻りセント・ジェームズ・パレス・ステークスに優勝その後は勝ちきれないレースが続き10月のクイーン・エリザベス2世位ステークス4着を最後に現役を引退した2012年11月に カルティエ賞で最優秀2歳母場に選ばれた。2012年の欧州のサラブレッド競争場ランキングで彼の最大のライバルであるキングスバーンズに6ポンド、先行する124ポンドの評価を与えられた。2013年のワールドサラブレッドランキングでは11位、3歳馬の、中ではトロナードとオリンピックグローリーに次ぎ、マジシャン、アンテロ、ウィルテイクチャージと並ぶ3位に選ばれた。 アイルランドのキルデア県のダーレースタッドで種ボバとなった。初年度の種付け量は3万5千ユーロである。ありがとうございます。